世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。今日もプロセカやっていきたいと思うんですが、早速ですが新イベント来ましたね。こちらです。走る体育祭実行委員は大忙しということで、今回は宮益坂女子学園の体育祭イベントですかね。はい、こちらが来ております。いやーね、体育祭、僕の高校はなんかちょっと特定されそうで嫌だけど、体育に特化した学科があったんですよ。はい、なので結構体育祭はガチで盛り上がってて、僕もサッカーやってましたね。楽しかったな。そう、人並みにね体育祭は楽しんだ学生生活でしたねまあまあそんな俺の話は置いといて、はい、これが来てるんですよ。でちょっと思ったわけですよ、この宮益坂女子学園のイベントってことは、あれ、こんな称号あったよねと。こちら称号アチーブメントの画面なんですけど、この中にそれぞれの学校だったり学年のメンバー5人を編成してライブしようっていうのがあるんですけど、今回宮益坂女子学園のイベントなんで、これうまいことやれば宮益坂女子校のこの称号ももらえるし、これ同時に1年生キャラクターの方ももらえるんですよ。どういうことかって言いますと、ちょっとこちらの画像を見てほしいんですけど、はい、まあこれね公式のホームページにも載っている画像なんですが、今回のピックアップキャラクターが M、サキ、ハルカ、真冬、そしてワンダショーのミクなんですよ。この5人、まあ、今回ね当然ガチャも来てるんですけど、ってことは今回のピックアップキャラクターを入れつつ、なおかつ宮益坂女子学園って結構1年生が多いんですよ。なのでこの1年生キャラクターをうまく入れていけば、これイベントポイントもしっかり稼ぎつつ、なおかつこのミッションも終わらせることができるんですよ。これめっちゃお得じゃないですか。これね結構大変なんでね、100回ライブって。ただやっぱ周回してればかなりライブ数は稼げると思うんで、一緒にやっちゃうのがいいんじゃないかなと今回のイベントに関しては思っております。なのでおすすめの編成がこちらですね。はい、こんな感じの編成です。今回のイベントボーナスがこの4人、 M、はるか、真冬、さき、そしてワンダショの初音ミクに加えて、ボーナスタイプがピュアタイプなんですね。で両方1で1人につきプラス 50%、 ここは変わらないですよね。ですごくいいのが、今回星2とか星1キャラにこのピュアタイプで、なおかつ今回の特攻キャラっていうのが3人もいるんですよ。さき、はるか、 M ということで、まずこれだけで 150% 稼げますからね。でプラス残りの2枠は1年生キャラクターで、なおかつピュアタイプのキャラもしっかりいますので、そちらを編成してあげることで、まあちょっとねやっぱレアリティは下がるんで総合力は落ちますが、しっかりイベントポイントを稼ぎつつ、なおかつ称号もゲットできると。今ここに載ってる編成だと称号の条件も満たしつつ、イベントポイント 190% もらえますからね。いやね、これ実は結構神イベントなんじゃないかって思えてきた。ですのでもちろんね回り方は人それぞれだと思うんですが、こういうやり方もあるぞということでご紹介させていただきます。まあ、僕はねこういう感じの編成をうまく使ってしっかりちょっと称号もゲットしつつ、今回は周回していこうかなと思っております。ぜひ参考になれば幸いです。さあ、これだけで終わるのはねちょっと寂しいんで、まあガチャ来てっからガチャ引こうぜみんなね、引いてこうよ。俺まだ今回ねあれ読んでないのよ、イベントストーリー。この編成めちゃいいじゃんと思ってすぐ動画撮り始めたんでまだ全然イベント進めてなくて、なんでこれから読むんですけど、今回はきっとあれかな、 M が主役というか結構メインなのかな。いや気になるな。ということで、まあ、今回もこちらの、まあ、1回限定の優勝のねやつが来てるんで、まあ、こちらを引きつつメインの方も20連ぐらいかな、合計30連ぐらい引いていきたいなと思います。それじゃあ早速この優勝の方からいきたいと思うんですが、まあ、今回出るのが M さんとはるかさんと、そしてこのワンダショのミクということで、これワンダショのミク一番好きかもな、世界のミクの中で。めっちゃ可愛いよな、この目のハイライトがねすごい可愛い。ということで引いていきましょう。まあどれが出ても嬉しいです。ショートカットの子が好きだからな俺は。さあ引いていこう。いけ、虹光れ、頼む。はーい。まあでもな、前回もな、こっから一応昇格はしたからな。まあダメでしたけど、今回はこれさ、ちょっともう毎回1個なんだけども
はいはい。まあ優勝でちょっと石の数がお得ってだけで確率アップしてるわけじゃないからね別に。あー出ないもんだね。早く曲を作らなくちゃ。早く曲を作らなきゃってもうなんかちょっともう責められてるみたいで嫌なんだけど、あー早く曲作んなきゃいけないんだよな。はい、当然のように出ませんでした。てか遥と東也めっちゃ来るやん。あれデジャブ。これ当然のように優勝ガチャがさらっと消えて、まあまあまあちょっとご利益のあるおはガチャ引いていきましょうか。はい、こちら2回ね、いきましょう。ちょ、景気づけにな。はい、当然のように出ませんでしたと。ということで引いていくか。今の流れで出る気がしないですけどやっていきましょう。はい、分かってた。こうなるとな。いや、みんなどう、ガチャ出てる？プロセカのガチャって。いやね、 3% だよね一応。全然 3% の感じがしないんだよな。僕そこまでめちゃくちゃガチャ引いてるってわけではないんで、まあもちろん課金はしてるんで無課金の方とかに比べたら全然引いてるんでしょうけど、いやね、それでも全然星音とか持ってないからね。いや出ないもんだね。私はもうアイドルじゃないから。あー、まあまあある種ピックアップなんですけどね今回。まあ特攻キャラではありますけど、まあ持ってるんでね。はるかさんくー、もう一回ぐらい引いていきましょうか。全然ダメっすね。ダメだった。いや厳しい戦いだなこれ。まあただ今回はイベントポイント的にはね、さっきもご紹介した通り星1星2キャラで結構賄えるんで、まあそんな感じで周回していこうかな今回は。つらす、つらいよ、全然出ないよ。私はいい子なんかじゃないよ。ああ、ある意味出てるのピックアップされてんね。ピックアップされてんね。まあ持ってんだけどね。はい、まあこんな感じでございました。みんなのところにはピックアップキャラ届くことを願っております。はい、いかがだったでしょうか。今日はこの新イベント走れ体育祭の、まあ、編成とかについてのお話とガチャやってきました。まあ僕はねこれから走るので、イベントまあイベントストーリーとかもねこれから読むんで、まあ楽しみつつ称号も取りつつ頑張っていきたいなと思います。もうガチャダメだ、本当になんか動画回すとダメな気がする。いやーちょっとね、みんなのところには届くことを願ってます。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さんイベント頑張りましょう。バイビー。何これ、癒される。かわいい。